ボンジョルノあっちゃんです。今日はね、8月の17日水曜日、血圧測りましょう。ね、水曜日は宇田みどりの休みの日なんです。よいしょ、測っていきます。眠たいわ。132-73-57、低いね。32-73-57。ということでね、ソーレ飲んでいきましょう。今日はね、ちょっとね、予定をが空いたんでね、ゲーム動画を撮ろうかなと思ってんだけど、今日からちょっとね、今日ちょっとね、新しいゲームしようかなと思ってんだけどね、何かって言ったらね、内緒。はい。内緒。はい。任天堂スイッチを持ってる人は、新しいゲーム誰かなって気づく人があるかもからね。では、いただきます。久々にね、新しいゲームを買った。だから、撮ろうかな。まあ、前みたいにね、もうライブじゃないしね、普通にやっていこうかなと思ってるけど。9月にね、ちょっと新しい対策が出るから、それはね、やりたいなと思ってんだけど、いつもね、やりたいなと思ってやってもね、1回2回プレイしてもう終わってまうからね。どっちがいいんだろうね、ライブがいいのか実況がいいのか、悩んでんねんけどね。いやー、まあ、どっちでもいいねんけどさ、そんなのは。今日ちょっとね、それを昼から撮りたいなと思ってね、今日もどこも行かへんからね、朝からね、大物荷物が届いたのよ。で、持って上がるのに力がないから、ヒカに頼んでヒカが持って上がってくれてね、30キロ、30キロの物が届いたよ。30キロのね、白い物が届いたのよ。また何億、やかましいわ。そんなもんちゃうよ。お米、白くないな、玄米やから。茶色いね。ミルキークイーンの玄米をね、買った。もうなくなるからね。だいたい2ヶ月。30キロで2ヶ月やね。前回ね、6月の19に買って。だから、2ヶ月経ってないね。まあ19くらいまでは持つな。あと2日くらいはあるかな。お米ね。まあそれぐらい、ギリギリ。2ヶ月で。だからね、で、結局ね、お米2ヶ月で2キロでしょ。もうね、今はちょっと帰ってるけど、6月からアコカ売って、ね、2ヶ月の間途中まで帰った時もあったけどもね、8月、7月かぐらいかな、まあ半月ほど帰って、また来て、また帰ってみたらってるけども、まあ1ヶ月ちょいは一緒におったんやけど、食費って変わってないよね、そうかって考えたら。お米、
まあそんなお米ガツガツ食べへんけど、お米もう結局2ヶ月で30キロ、まあ、一緒やねん。食費変わったんかってそんなに変わってない。結局、うん、1人増えてもそんなに食費変わらへんねんなって思って逆に言うたらね、2所帯してるところ1所帯にしたら電気代とかね、光熱家賃だってね、もう引き払ったらうちです一緒に住んだら変わらへんしと思ったら、経費ってやっぱ一緒に住む方がお得なんやろうね、これね。でもね、いろいろガチャ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 いうやつが出てくるから、それか実現せえへんけどね。まあある意味ね、一緒に住んだらそこのところ経費止められるから得なんやろうなと思うけどね。まああっちゃんはね、そういうこと大きい小さいことは気にしないタイプやからね。まあさどうでもいいんだけど、ちょっと今ね、いろいろ考えとってね、なんだろう、今日ね、まあちょっとそのゲームをすんねんけど、ゲーム実況を撮って今日あげたいなと思ってね。なあ、今日発売やね、確か。確かね、今日発売のゲームやねんな。タイトル忘れちゃったよ。もう買ってね、氷川もやったやん。今日8月17日配信開始って書いてあるわ。まあ氷川も、氷川はね、そのレビューしたして、レビューってあっちゃんにレビュー、口レビューして。そんな口レビューすんねやったら動画にしてくれよって言ったら、いらんって言われて、あっちゃんがするからね。今日もね、塩水がね、味が薄い。で、飲みやすい、美味しいね。なんかね、塩分足りてるんやろうね。で、最近ちょっと汗かくことがない。外に出えへんから、汗かくことがないから、塩水そんな飲まなくていい状態やねんけど、飲んでないのね、あんまりね。で、今、波動の塩でね、金粉の入った、塩水を作ったんだけど、それも今、まあ飲む機会も、これせんね。波動の塩でね。わかるかな。ほら、金粉がキラキラしてるでしょ。こんな塩使ってね。波動の塩でね。これちょっとね、今、飲んでみて、まあ感じ的にはいい感じかなとは思うんだけどね。まあ何ってすぐ変わるもんじゃないかわからへんだけど、飲んだ感じすんなに、なんかあれ、味もね、すごいマイルドです。水がすごく丸くなる。あ、水がすごい、まったりとマイルドな感じになってね。この波動の塩ちょっとリピしようかなと思ってんねんけどね。また新しい塩見つけ次第ね。波動の塩自体はね、国産の塩じゃないねんけどね。外国の天然、天秤塩と、いろんなもの使われてんねんけどね。いろんなものって言い方おかしいね。金。ちょっと値段高いお塩やな。そういうの。朝の食い物でね、いろいろあってね、一つこれちょっとね、見せたらあかん薬、みんなにはまだ内緒の薬やね。いや、医者処方やで、これは処方薬やからさ、こんな袋に入ってるね。それと血圧の薬、なんとかっていう薬、 D 違うかしら、半分かで分かれへん。これ酸化マグネシウムで、これプレマリン、女性ホルモン、
っぱりね、注射痛いし嫌いやしね、それとね、2週間に1回中ペースで行くのめんどくさいし、それよりもね、副作用出た時止められへん、ね、抗菌薬やったら止められるからね、蛍光薬か抗菌、どっちもいいわ、抗菌薬って銃の太さやね、蛍光薬やね、じゃないですか。さあ、プーリーも飲んどこうか。ね。はい、いきます。カルシウム。ね。鉄分。ヘム鉄。ヘムヘム。ねえ、亜鉛。いや、そんなの、はい、マルチビタミン。マルチビタミンはね、いいよ。これはね、もうみんな飲んだ方がいいよ。ビタミンってすごい体にいいからね、ビタミン、一粒で効果補、効率補給、ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ヒオンデン、ヨウ酸、ビタミン E、ビタミン D、ビタミン C、ビタミン B、ベータカロテン、もうね、葉酸ってなかなか取りにくいし、これいいのね。あとね、ナイアシンパントテン酸って、マッチョがよく飲むね、必須アミノ酸。ね、あとビタミンがいっぱい入ってね、すごくこれいいなと思ってこれ飲んでるのね。それとね、セントジョーンズバート、セントジョーンズ、おとぎり草。おとぎり草ね、おとぎり草はすごい効果があってね、弟をね、バッサリ切り捨てるというね、なんかおとぎり草の効果があって、それをね、バラした弟を切り捨てたって、だからおとぎり草っていう名前になったとかでね、和名がね。塩水で飲むやつ、話がいいね。これね、ちまちま飲むめんどくさいから、まとめて口掘り込んで、一粒ずつ飲み込んでいくんだけど、これまとめて一気に飲み込んで、妻のひっつくね、薬でも苦手ね、昔から。嫌いでね。たっぷり飲んだわ。これでお腹いっぱいになるっていうね。波動。波動水美味しいね。じゃ波動水って名付けようか、これね。波動の塩の水ね、美味しいよ。あんちゃんは好き。これをね、まあ、1日、1から2リッター飲むとね、いいんじゃないのかなと思って、波動水飲んでる。ここ数日ね、飲んでなかったよ。こんなにね、塩分を体が欲しがってるような気がせえへんかったからね、お料理の分だけでいいかなと思って。だから、お料理ひっくるめて、ほんまにね、1日30から40、50グラムとか飲んで食べてるような気がする、塩。それでも、血圧下がってきてるでしょ。これが答えやとあっちゃん思うよね。だからみんな、あっちゃん血管切れたからね、塩分取ったやつが血管切れたからイメージ悪いけどね、あれはなんていうのかな、血栓ができてきた。多分プレマリンも原因やと思うね。プレマリン血栓できるから。だから血栓できてきて、それをぶっ飛ばすのに血圧上げたら、弱いところでブチッと切れた。要はヒューズ飛んだだけやからね。で、これがね、本当に命に関わる大切なところで切れたんじゃなく、まあ目の司さとる子やったからね。それも何かの、あれやと思うな。体への指針やと思うから。もうポジティブに考えてね。未然に防げたなと思って。これからも全力で塩は舐めていくよ。塩舐めババア言うとあかんで、はい、ということでね、今日のあっちゃんの総礼この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日も一日よろしくね。